社。いらっしゃいませ。どうぞご自由に。買わなくても大丈夫だから。テイワット観光ガイドのリーユエ編を探してるんだけど、ここにいないか？ああ、その本はあまり人気ないから、結構前から置いてないよ。モンド編は面白かったのに、残念だ。その本の作者って変わってるからね。ガイドだけど、あまりガイドとして使えないんだよ。売れないどころか、その本のせいでお客さんから苦情が入る始末だし。モンド編は冒険譚として読んでて面白かったのに、残念。とにかくここにはないから諦めて。上級殿って？計作層に住んでてね、様々な絶版本をコレクションとして集めてるんだよ。短気なところもあるけど、彼がまだリーウェ校にいた頃、うちの今絶版本と言った？ではあの絶版した新小説劇録第6巻も彼のコレクションにあるかもしれないということ？これは失礼した。僕は行く秋、たまたま通りがかった読書家だ。僕も本を探してるんだ。せっかくだから一緒に警察さんに行って、その上級殿というものを尋ねようと思うが、どうかな？本を愛する同志だ。かしこまる必要はない。リーユエ編がないか聞いてみよう。あの本いろいろと面白いからな。買うの？買わないの？もう十分読んだでしょ。終わりだ。天の裁きだ。ん？何かね。要件があるなら手短に言ってくれ。絶版本をたくさん持ってるって聞いたぞ。テイワット観光ガイドのリーユエ編を借りたいんだけど、持ってるか？本の話はやめてくれ。聞きたくもない。双眼巨園が閉鎖されてからうちの鉱石の売り上げは激減だ。その上ファデュイまで邪魔してくるし、支払いのために私の愛車は全て質に入れたよ。これがどういう意味かわかるか？違う、本はわしの人生だ。
わしが一生かけて集めた。君たちに他に用がなければ帰ってくれ。世間話する気分じゃないんだ。それはあの新小説劇録の第6巻も七に。おや、そのタイトルを知っているとは。君はなかなかにいいセンスしてるな。オイラたちにはセンスがないって言ってないか。それは時代を代表する奇書の一つだ。出版された時は後に武教小説に対するイメージを変えるものとなり、それを模倣するものもたく。最初の印刷数はかなり。その後重版されたのだけど、続編として出版された第6巻だけはなぜか再版されなかった。そうそう、その通りだ。数がとても少ないから、どれだけ金に困っても七には入れられないよ。つまりその本はまだここにあるということだね。ああ、唯一。おい、お前いつまで待たせる気だ。赤白売るのか売らないのか。シゲ最高様を怒らせたらファディを怒らせたことと同じだからな。はあ、また君か。それでも7割も引かれた値段で売るわけにはいかない。そんな値段で売ったら永遠に本を取り戻せなくなる。そんなことは知らん。本を読みたいか生きていたいかお前が選べ。それとも本を…そんな。お兄さん、商売というのは互いが合意した上でするものだ。なんだお前。お前には関係ないだろ。コカハユクアキ、ただのおせっかい者だ。コカハ、今コカハと言ったか。ただの名前だけのモンパだろ。よくも俺の前に立てたもんだ。正義と肩書きは関係ない。君も虎の意を狩る狐のような召使いだろ。お前首を洗って待ってろ。絶対に痛い目に遭わせてやる。あとお前もだ。あの鉱石は何が何でも売ってもらうからな。はあ、生き地獄とはまさに。ところで例の本は貸してもらえないだろうか。いいんだ、心配してくれる人なんて求めてはいない。さっきかばってくれた礼に。ありがとう。この本を3年も探してたんだ。この恩は必ず返す。そういうのはいい。本をちゃんと返してくれれば大丈夫だ。コカハの弟子に期待なんかしていないしな。おい、もう行くのか。今度こそ負けた分を取り戻せるはずだ。ここで本を読むのがお前の正義なのか。へえ、こんなことが。おい、話を聞け。人気なのもうなずける。おい、そうだな、鉱石を安くしないと痛い目に遭わせるってまるで強盗みたいだ。勝手に僕を仲間外れにするな。聞こえてたんじゃないか。この本を借りたのはこのままだと上級殿がこれを七に入れるだろうと思ったからだ。返
彼に言った言葉は嘘ではない。恩を必ず返せ。それが義経というものだ。この本は僕が代わりに保管する。そして彼の他のコレクションも僕が何とかする。もちろん方法はある。すでに心当たりもあるし、ここで少し観察させてくれ。あまり時間はかからないから。まだこんなとこにいたとはな。さっきのがただの脅しだとでも思ったか。バカ派のくせに大した度胸だ。ああ間違えた、コカ派、コカ派だったな。灯籠が斧を持って竜舎に向かうということ。あ、何言ってんだ。帰ってくれ。強引な商売は僕が許さない。それに相手が恩ある上級殿ならなおさらだ。お前またそいつの味方をするのか。タイミングが悪かったな。今日はファデュイの方が後ろについているんだ。コカ派のやつなんて目じゃない。僕はまだ若いが、それでも数年世間を渡り歩いてきた悪人。なら、この俺が痛い目に遭わせてやるよ。相手を間違えたら。石ころかと思ったら、まさか神の目だったとは。今日のところは見逃してやる。このままで終わると思うな。痛い目に合わすとか言っていたけど、彼には一生無理だろうね。ああ、でも神の目を使って相手を倒しても弱い者いじめみたいになるからね。僕も門派を立て直したいという気持ちはあるけど。あいつら今は。ああ、恩人殿を困らせるわけにはいかない。商売にはやり方があるんだ。この件はファドゥイが商人の味方をするとは考えにくいけど、あの本当に手を組んでいるのかもしれない。それに先ほど奴が言っていた重細工。まあお前の考えは筋が。僕は他に知ら。本当だよな。おお、そんな考え思いつきもしな。腹が立つぞこいつ。殴りたい。わかった。でもオイラを怒らせたやつには嫌なあだ名をつけてやるぞ。そうだ、本の虫にしよう。
何者だ。おかしいな。旦那様は本日急な用件があるゆえ。用件って？旦那様は近頃ある事業で忙しくてな。今どこにいるんだ？すまないが、誰にも言うなと旦那様に言われている。いやいや、そういう意味じゃないんだ。気を悪くしたならすまない。すまない、悪かった。旦那様は今新月圏にいるんだ。どうか許してくれ。旦那様には言わないでくれ。ふん、こっちも急用があるからな。今日のところは許してやるよ。重西公との商談がうまくいったらお前の無礼を忘れてやる。感謝する。その商談に元神様のご加護があらんことを。お前に演技ができたなんてな、知らなかったぞ。ひひっ、オイラに礼をしたいなら美味しいものをおごってくれよ。けどあの門番が言ってた大事な客人って多分ファデュイのことだよな。ああ、早速新月圏に行こう。新月圏は人気だから人混みに紛れればバレないと思うぞ。でも奴らが何の裏話をしているのか探りたいなら十分気をつけろよ。足元に気をつけて。やっほー。わかっています。必ずや注文は成し遂げます。しかし部下の話によると進捗はあまり良くないよ。あ、ええ、材料の…でも心配いりません。あの上級殿が…ならいいだろう。前にも言ったが、ファデュイは…そのためならファデュイは支援するが、期限通り我々の善意もただではないということを覚えておけ。ええ、分かっていますとも。お世話になっているんで…ああ、結果が楽しみだ。上級め…シゲサイコ、やっぱりファデュイと手を組ん。このことを本の虫に報告しよう。あっちもうまくいってるといいけどな。で終わりです。よいしょ。
調べたいことがあるとか言ってたくせに、結局本を読む場所を変えただけじゃないか。なるほど、予想通りかな。本当に予想してたのか。策はもう考えたよ。この手紙を悲運紹介に分け合って、僕は一緒に行けないけど、手紙の内容は読まないでくれよ。うわぁ、汚い字だな。こんな字読もうと思っても読めないぞ。だから読まなくていいと言ったんだ。読んでも読まなくても意味がないからな。悲運紹介にはこの手紙を読める人がいるから心配ない。けどあの悲運紹介が協力してくれるのか。あ、リーユエに来てからよくその名前を耳にするだろ。そんな大紹介が協力してくれるんなら。それなら心配ない。この真摯な手紙を読めばきっと助けてくれるさ。シゲ最高にお仕置きするなら。それに僕、上級に恩返しするって言ってなかったか。ことが終われば衣を払い、功と名を深く隠す。これが義教の根底だからね。一滴の水の恩を湧き出る泉をもって報える、それが恩返しだ。かっこいいこと言って。本当はでは手紙を悲運紹介に届ける件は頼んだぞ。無視するな。うん、全て正常だ。邪魔するぞ。協力してほしいことがあるんだが、これを読んでくれないか。手紙？ああ、またか。いえいえ、ただの憶測です。手紙を確認するので。読めるのか。そもそも本当にテイワットの共通語なのか。うん、確かにこの字は真似できるものではありません。お二方さん、遠路はるばる疲れたでしょう。この悲運紹介がおもてなしします。焦ることはありません。手紙のことは分かりましたが、準備するのに少し時間がかかりますから。お二方さん、瑠璃亭で天津を召し上がって海の景色でも楽しんでください。お、天津があるのか。そこまで気を使ってくれるんだな。客のもてなし方は悲運紹介の必修科目ですから、客人をおろそかにすることはできません。案内しますから。適当にあしらって終わるか追い出されるかと思ったけど、本の虫は案外やるんだな。お待たせしました。手は、シゲ最高にはお金と勢力があるので、普通のお仕置きでは同じことをさせないためには彼に上級殿と同じ苦しみを味わってもらうしかありません。シゲ最高の商いが赤白と関係あるなら、このリーユエの赤白を全て買ってしまえば、シゲ最高は窮地に材料がなければどれほど優れた職人でも商品は作れませんから。なるほど、そうなった。でもリーユエは広いし。ええ、すぐにはできません。手紙に書いてあったようにお二方さんの協力も必要になります。まずはリーユエ校の中の店舗ですね。
その場所をち、それから双眼巨炎でまだ買われていない石箔、最後は上級殿のもので。おう、城内の3店舗。もちろん購入するための費用も心配あり。おお、モラがこんなに、これって瑠璃亭を1ヶ月間こういうことは初めてで、お二方さんはただ取引をすればいいです。運搬などは飛雲、琥珀石の購入が終わったら飛雲商会の倉庫に来れば。おも、あいつああ見えて案外頼もしいな。リーユエコ、双眼巨炎、最後は上級、この順番で行こう。いらっしゃい。な、すべて？でも口頭での約束のみで契約書がまだなんです。飛雲商会だったんですか。あ、なんでもないです、気にしないでください。先約のことは心配しないでください。相手をありがとうございます。今後もよろしくお願いしますね。すまないが、商品はすべて品切れ。おっと、スネージな石箔ならあるにはある。儲からないし管理がめんどくさいんだよ。だからすまんね。そうか。あ、いいだろう。ああ、リーウェ人はお金持ちだな。おい、すべて言っとくが、全部は買えないと思うから欲しい数量だけ言いな。何を言ってる、うちだって公平な取引にしか応じない。うん、飛雲商会であれば安心だ。ひひ、スムーズに終わったな。なんか見ていかない、お金があるっていいな。次は双眼鏡に行こう。
逃げようなんて思わないでよね。口の中しょっぱい。これで間に合いますね。助けが必要な方がいるはずです。来たか。飛雲商会がリーウェコ、ここにはまだ出荷されていない石箔がある。値段次第で譲ってやってもいいぞ。先方も高値を言ってきているからな。700…はぁ、リーウェコで買ったのは全部で200万もやもしなかったの。仕方ないだろう。金を出すものに売るのが常識だ。それに君たちに売ってしまったら、こちらも契約違反で大金を払わなくてはならない。君たちには君たちの理由があるが、こちらにも理由があるんだ。わかったわかった、高いけど買う。今後この担当との商談は全部4倍で売ると旦那様に言いつけてやろう。え、そこまでしなくても。いやいや、君たちの金じゃないだろう。そんなに本気にならなくても。紹介の金でも多く使えば旦那様に説明できないだろう。その時はお前の名前を報告するしかないよな。悪かった、すまない、許してくれ。だが、実はここの鉱石の運搬中に少しトラブルがあってね。何台かの運搬車がヒルチャールの襲撃を受けてしまったんだ。詳細な場所はこちらもよくわからない。しかし、鉱石を回収し、どうか探してもらえないだろうか。運搬車は全部で5台ある。
全部見つけ、それはもちろん。まだ仕方ない、行くぞ。どれ。必要な方がいるはずです。ひひ、この場所を記録して五台って言ってたよな。これで全部だ。戻って報告しよう。こんな大変な作業になるなんて。何かおまけしてもらうべきだったな。運搬車の場所は全て記録してきたぞ。ああ、ご苦労だった。よし、これで完璧だな。お前もな。あとは上級の石箔だけだ。
よいしょ。よいしょ。ちょうどよかった。最近シゲ最高の手下が来ないから変だと思ってたんだ。どうしてかわかるか？安心しろ、やつらはもうお前のところに来ないぞ。ん？どういうことだ？何？ああ、なるほど、君たちシゲ最高の同業者か。しかし売るにも7割引きってのはさすがに安すぎる。せめて4割引きで。割引はいらないぞ、通常価格で売ってくれ。え？本当に通常の価格でいいのか？まさかこの鉱石が本当に金になるとは。でも君たちに売った。来ないから大丈夫。わかった、今よりまずい状況。しかしこれだけの実は依頼を受けてるんだ。詳細は聞かないでくれ。ありがとう、本当にありがとう。いい人にはいい報いがある、悪いやつには。さあ旅人、飛雲商会の倉庫で面白いものを見に行くぞ。さて終幕だ。君たちもいてくれないと話にならない。そんなこと言って、オイラたちがあちこち走り回ってる間、それはもちろん、きちんと新小説劇録を読んで素敵な時間を過ごしたよ。進撃と邪剣、ヤジとミオ、五巻までの展開は奇妙であり摩訶不思議と表現していいが、この六巻を表すこんな起承を書けるのはこの世に彼しかいないだろう。で、それがシゲ最高の剣と何か関係があるのか？感服しただけさ。だって予想外っていうのは珍しいことだから。面白かったよ。こっちも華々しい終わりを迎えられること。なんだこのオイラだけわからない。じゃあ倉庫に行けば面白いものが見れるっていうのは？考えてみるといい。シゲ最高がリーユエコを探しても石箔が一つも買えない状況を、材料がなければ契約は果たせない、契約を果たせなければファドゥイを敵に回す、そして飛雲商会の名を聞いた彼はきっと腹を立てるだろう。シゲ最高には金と勢力がある、そして彼は
鬱憤を晴らすにせよ、問題を解決するにせよ、お前たちだな。お前たちが上級の方を持ったせいで。ほら、噂をすれば。こんなに走り回っても赤白はどこにもないと思ったら、飛雲商会が動いていたか。希少な鉱石でもないのに品切れになるまで買い込むとは、俺を狙っているのか。狙うも何も、僕は恩返しをしているだけだ。それに助けが必要な人がいれば助太刀に入るのが当たり前だろ。このままで終わると思うな、と言ったのは、そっ身の程を知らないバカめ。さあお願いします。ここの赤箔を全て奪ってやってください。相手を間違えたな。水中弦が運命よ、ここにいてよ。チャンスだ。減らせるか。引くぞ。ただものではないな。このままでは予想外の損失になる。もっと痛めつけてやってください。そして赤箔を。ファデュイとお前はビジネス上の協力関係なだけだ。お前の尻拭いまでしてやるつもりはない。何よ、これもそちらの注文のためではあります。注文の件は自分で何とかしろ。行かないでください。おい、待って。坊ちゃま、どうしてここに。怪我はありませんか。ああ、彼のおかげで無事だ。坊ちゃま、お前が飛雲商会の御曹司。ああ、僕がコカハ門弟、そして飛雲商会会長の次男。行く。くそ、はめられた。重細工、強要による売買は商人としてどうかと思うよ。ここは商人らしいやり方で解決しよう。この赤箔がなければファディが君をどうするか。いえ、どうすればその赤箔を譲ってくれるんだ。上級殿には7割引きの値段と言っていたな。では通常価格の3倍、これでどうかな。足元を見やがって。貴様、いい加減にしろ。まあそう叫ぶな。買うの？分かった。毎度あり。今後とも何卒よろしく頼むよ。お前飛雲商会の御曹司だったのか。じゃあオイラたちが使ってたモラは全部お前の財布から。気にするな。損することのない商売な上に重細工にお仕置きできた。一石二鳥だ。それは多めに見てくれ。僕の字を見れば僕だってすぐわかるから。おいらこいつのことずっと本の虫って呼んでた。お坊ちゃまを怒らせたら相手の手足を切るって武教小説で読んだことあるぞ。どうしよう、どうすればいい。ごめん、本当においらが悪かった。許してくれ。君は飛べるんだし、足がなくても平気だろ。だ、その目は本気だ。旅人、助けろ。冗談はここまでにして、この新小説劇録もなかなか面白かった。これを上級殿に返してきてくれないか。だって僕は何もしていないのにお礼を言われるのもなんだろ。これほど義教の心のある人と知り合えただけで。坊ちゃま、お話の途中で申し訳ありませんが。ああ、父さんには
今回の件を解決したついでに大金を稼いだと伝えてくれ。だからこのことに免じて、あと数日だけ時間をくれないか。新小説劇録の中に秘境の話があってね。そんなこと言って本当は本を返しに行くのが面倒なだけだろ。上級殿ならきっと謝礼も準備してくれていると思うよ。謝礼？まあ言ってやらなくもないか。何を言っても坊ちゃまは止められませんね。知らないとは思わなかったです。では本を返すことは頼んだ。縁があったらまた会おう。やっと来てくれた。今朝質屋の人がわしの本を全部返してくれたんだ。きっと君たちが協力してくれたんだろう。ありがとう、本当にありがとう。ああ、そう言わずに。このことはわしにとって本当に大きなことなんだから。上家はリーウェでは大きい一族だったが、わしが若くして当主を継いだとき、商売で何度も失敗して一族の栄光を取り戻そうとここ数年は必死に頑張ってきた。君たちがいなかったらおそらくわしは無事でいられなかっただろう。お前もお坊ちゃまだったんだ。ん？どういう意味だ？なんでもないぞ。そうだ、本を返しに来たんだ。ああ、新章雪月記録。あのコカハの少年、コカハ、そんなにまずいところなのか？門派自体は数百年の歴史があって輝かしい時期もあったが、今ではもう門派の復興には新たな血が必要になるだろう。しかしずっと衰え落ちぶれたままでは、新しい今のコカハの若者と来たら、例えばあの少年、恩返しとか言ってたくせに君たちの半分の仕事もしてないじゃないか。まあこの話はどうでもいい。そうだ、テイワットか、これは君たちにあげよう。それからほんの気持ち程度だが、謝礼も。鉱石も売れて我が愛所たちも戻ってきた。ん？
何でもない。あの少年、まさか。金がまだ戻ってこない。逃げられない、逆らえない、受け入れる以外何もできないのが運命の運命たるゆえんなのです。